福島県の南端にある東白川郡鮫川村。人口4000人足らずの小さな村です。福島県内では比較的空間線量が低い地域で、年間1ミリシーベルトを超す地域は2割ほど。その村の外れに建設中の焼却炉が今大きな問題となっています。本来なら1月には稼働する予定だったこの焼却施設、環境省が計画したもので、1キロあたり8000ベクレル以上の落ち葉と、それよりも汚染の低い牧草を混ぜて焼却し、8000ベクレル以上の汚染物質を減らすことを目的としています。小さいですね、そんな焼却炉って言っても、ね、はい、小さいですね、そうですか。一番私経験した中で一番小さいですけど、今までの一番小さい。排気はする、煙突で、煙突で、この上に何メートルぐらい、6メートルから6メーターです。いや、6メーターなんていうのはものすごい低いですよ。すぐそこら辺か、うん、あの乗り面が4メーターぐらいですから。ね、なんか家庭用の焼却炉みたいな感じね。6メーターってこんなこと言ったらあれだけど、そういう感じ。そういう感じはよくなんか中学校とかに、昔は学校にあった。あれを発送していただければ。避難区域ではなく、人が暮らしている地域に新たな焼却炉を作り、8000ベクレル以上の汚染物質を燃やすのは世界でも初めてのこと。環境省は高濃度の放射性セシウムを焼却してもバグフィルターで除去されるため、煙突からは放出しないと説明しています。しかし事例は少なく、フィルターに穴が開く事故も報告されています。今回の焼却炉は小型なため、環境アセスメントなどもせず、住民説明会も開きませんでした。環境省は事業者を決める入札の仕様書に、焼却施設入り口の坑道から施設が見えないように設計することという記載をしているため、住民は不信感を募らせています。鮫川村の豊かな自然に魅了され、静岡から24年前に移住してきた新志徹さん。ここで自然学校を開いています。原発事故以降は放射能の影響で屋外で自由に遊べない子どもたちのために、保養プログラムにも取り組んでいます。うん、もうとにかく夏冬春休みの長期の期間の時に、染料の全く心配のないところで、子どもたちの笑顔と元気を取り戻してほしいっていう、まあ、そんなことで、まあ、起こした事業なんですけども、はい。郡山から車で2時間、福島県内にありながら放射線量の低い鮫川村は、子どもたちにとって負担の少ない保養先です。施設が稼働するっていうこと自体、もう私は自然と土と、そういったメッセージを子どもから大人の人に伝えていましたので、もうその稼働した時点で、その危険なものが目の前にあり、っていう環境ではもうできないです。工事が始まって1ヶ月、鮫川村でようやく説明会が開かれました。放射性廃棄物をなぜ焼却をしなければならないのかというところの説明をしていただきたいと思います。チェルノブイリでもですね、焼却は厳禁とされています。放射性廃棄物を焼却することによって濃縮されます。今処分地を一つ決めるのに非常に苦労しております。そこへじゃあ何年間、そこを限られた資源である処分場を、もしくはこれから作るという処分場でいかに置いておくかということで、必要なものというふうに考えております。焼却処分が必要、基本はまず既存の施設を使う。ただ既存の施設がですね、なかなか受け入れないときにどのように行うかということで、それぞれ市町村単位、もしくは広域でも結構ですが、そういうところで焼却を行う。放射能の高いこれを運んで
そこで燃やす、その煙が出る。今私は7ヶ月になる娘がいます。子供に対しても安全なのかと、そうでなければそれを私の近くの施設にそういったものを運ばないでほしい。この計画って止めることはもうできないんですよね。私はこの事業をさせていただきたい、こういったその財源乏しい、財源乏しい村だから環境上のお世話になってやりたいのか、そうじゃなくて、農家の皆さんに自信を持って一日も早く元の鮫川村の環境に戻して意欲的な農業に取り組んでもらいたい。はい、ではそれで、はい、今回も実証実験施設ですよね。安全性が確認されているのはなぜ実証実験施設なんですか？安全性が確認されているところを実証すると、ですから焼却して皆さんにお見せすると、ちゃんとちゃんとですね、なんていうんですか、排ガスも安全に処理されている、で放射能も漏れてないと、そういうことをですね、実際に実規模のもので見ていただくというための、事業です。でただ実際やるわけですから、もし新たな有用なデータが出ればということで取らせていただくということです。一体なぜこの小さな村に焼却炉が誘致されたのでしょうか。鮫川村はもともと畜産が盛んな町です。ところが原発事故により稲わらが汚染、牛の飼料を自給できなくなりました。村は牛の飼料を海外から輸入し無料支給することを決定。その取り組みは県内でも注目を集めました。ところが無料支給を始める初日、農林水産省となぜか環境省の職員が村を訪問、飼料の無料支給について問題視するような発言があったといいます。環境省と農林水産省の畜産振興部の皆さんが来て、果たしてその自治体でこういった餌の無償給付をやる、行政がやる仕事なのか、それともその皆さんこう畜産協同組合なんていうグループが、上部団体があるわけだから、こういったところにお任せするのが筋ではないのかって、こういった問い合わせに来たんですね。環境省はその席で突然焼却実験炉の話を持ちかけたのです。環境省の皆さんはそういった汚染物の処理をする担当の皆さんだったんですね。そんでそういったことで何か鮫川村にお手伝いできることは私らありますかって、そんなお尋ねがあったの。環境省が焼却炉を村に設置してくれるんだって、そういう思いで私は捉えてたから、とても安全だっていうことが、まあもう7割から8割インプクトされちゃったっていうことがね。でここにその山根が結構いるんですね。うん、天然記念物の、まあその他タヌキもいっぱいいるし、それからフクロウなんかもいるし、いろんな動物が出てきます。だからこういうところはね、やっぱりこれ以上、汚してはいけないっていうふうに思うんですけどね。今回の実証実験にはもう一つの問題があります。焼却灰を1キログラムあたり10万ベクレル以下に抑える実験を行い、中間貯蔵施設ができるまで敷地内に埋め立てることになっているのです。しかしこうしたがれきを移動させる中間貯蔵施設は目処が立っていません。建設予定地はいわき市、花輪町、北茨城市の境界付近にあります。埋め立て地のすぐ脇はいわき市の水道水の源流になっています。いわき市では2月14日、初めて説明会が開かれました。いわき市の行政があったから説明を会を開いたとおっしゃいましたね。じゃあいわき市の行政がなければ説明会を開かない。
近隣の市町村には言われないうちは何もしないというや、そういう態度だったんですか。こんな大事な焼却所を作るときに水はどこに流れるか皆さん分かるでしょ。たった一つの村の問題じゃないじゃないですか。で、これほどですね、周辺の方々から実際に環境省の方とかにもご要望とかに見えられましたけれども、それだけの声になっているというところがやはり東京におりまして、なかなか感じられなかったというのは事実でございます。建設予定地の鮫川村の青野地区から駆けつけた土手内進さんです。青野72個中48個、白紙撤回という形で大学村長の方に出させてもらいました。先日村長との会話の中で、これだけの声が上がると思ってなかったとおっしゃいました。これのような中で稼働させることはない、事業自体を取りやめてもいいと、違う方向性を見つけようと、そういった回答でいいんじゃないかと思うんです。見直すんじゃなくて、皆さん方の不安を払拭しないうちは、皆さんが安全な焼却を狙っていることを確認しないうちは、私は手は入れないですよ、そういうお話をさせていただきます。ですから、しっかりとこれからこの焼却の安全性を訴えて、皆さんの同意をいただきたいと考えております。高さと逃げるぞ。7000名近い方が署名を寄せてるんです。住民の署名受け取りたいぞ。こんだけ本当の中止を求めてるんですか。お願いいたします。鮫川村の村長さんもご自分の村のことだけではなくて、近隣の住民がみんな心配しているのだということをどうぞ心してお願いいたします。つまり不安の声がこれだけ上がっているような説明会になりましたが、持ち帰って検討するということは、事業の、進め方に対して、何らかの形でその留まる可能性も含まれているということなんでしょうか。あれですか、工事はもう始まってますので、それは慎重に進めていくということです。隣接しながらも全く説明がされてこなかった北茨城市では、2月9日住民説明会が行われ、豊田実市長は理解が得られるまでは焼却施設の建設を中止するのが当然だと思うと環境省に迫りました。環境省はこれを受け、2月9日に工事一時停止を決定。しかし工事を中止していることはメディアに対しても近隣住民に対しても公表しませんでした。工事を止めているっていう発言を、全くしてなかったと思うんですけど、それはどうして隠していたんですか。9日から工事を停止しているっていうのを、知ったんですけど、どうしてそれを公表してしないで説明会とかをどんどんやってるんですかね。いや、あえてするかどうかということは特にないと思いますが、皆さん ご承知のことですので。もう地域の人はもう知っているという範囲です。すぐ見れば分かることですので、あえて。工事が止まっていて、これからどのような段階を踏んで工事を再開させていきたいかっていうのはちょっと、私たちは指定廃棄物の処理のためにもう仮設焼却炉は必要なものだと考えておりますので、できるだけ理解を得て前に進めたいと考えています。環境省は中間貯蔵施設や最終処分場の計画が進まない中、鮫川村での実験を成功させ、この小さな焼却炉を福島県内の市町村ごとに設置したいと考えています。